どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。はい、本日のテーマソングはいいですよ、今の時期にふさわしいです。はい、ドン、ホーム、ビーズのホーム、こちらの曲をガズレレ流簡単アレンジでやってみようと思います。実はこのねホームという曲はですね、今 YouTube でビーズさん自らが2人でね遠隔でセッションしている動画がもうめちゃかっこよくて今話題になってるんですよ。それを聞いてもうこれやるしかないと思って、まさにねこれはね本当ガズレレ的にもすごくいいと思います。みんな本当にねこれで音楽始めましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてるガズレレ流超簡単バージョンなんですけど、今日ちょっとね、ガズレレ必須コード以外の難しいコードが出てきちゃうんですけど、しっかり解説していきますんで、ゆっくりやると大丈夫です。で、後半はね、もう、独特のね、あれ結構ファンキーなんですよ。あのノリで出せるように、かっこいいバージョンやってみると思います。2バージョン、最後までご覧になってください。はい、皆さん音楽始めましょう。始めてる方はね、どんどん深めてくださいよ。だけど、音楽ね、やってみたいけどね、私は無理だなとか、諦めてる方がすごく多いんですよ。こんな時こそ音楽、心の中にあるとめちゃくちゃいいことばっかりです。そしてね、楽しいんですよ。これね、自慢のためとかね、そのなんか誰かに聞かすっていうんじゃなくて、自分のためにやる音楽、ぜひ皆さん、このガズレレYouTube で音楽始めてください。このガズレレ YouTube にはですね、音楽経験ゼロで触ったこともない方がもうあれよあれよとできるプログラムがあります。もう世界中の方が今これでウクレレガズレレで始めてますんで、皆さんも続いてください。もうちょっとしたらここにリンクありますけど、このリンク先の動画を見ながらねウクレレ触ってるだけでもうほんとすぐできるんですよ。はい、いってらっしゃい。ここにリンクあります。 GO!いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽がウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がもうすでに1200曲もうアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、大体いろんな曲もう簡単レッスン動画で上がってますからね。今度から音楽を聴くからやるに変えましょう。それでは早速行きましょう。ビーズのホーム、ちょっと見慣れないコードが出てきちゃうけどやってみます。シンプル簡単バージョンやってみる。 1,2,3,4ダラダラダランダウン、ダラダラダランダウン、ダラダラダランダウン、ダラダラダランダウン。君を傷つけていっぱい泣かせて、僕はもう眠れなくて、後悔してるのにまた繰り返す。どうしようもなくダメなんだ。ありがとうって思うことの方が断然多いのに、どうしてもっと前ぐらいに話せないんだろう。言葉一つ伝えたいくらいで全部壊れてしまうよ。 Now か弱い絆ばかりじゃないだろう。さあ見つけるんだ僕たちの Home。 ダラダラダラン down、 ダラダラダラン down、 ダラ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 ン down。追いかけて手に入らなくて忘れて全部弾けてしまうような儚い想いばかりじゃないだろう。さあ見つけるんだ自分だけの、はあ、ホーム、ビーズのホームやってみました。一番最後のエンディングは A7 で終わるじゃないですか。あれが、このセッションバージョンのかっこよさなんですよね。最後 A7 で終わるっていうのがね、結構なんか、そういう二人のセッションのやつを見ててかっこいいと思ったんですけど、あ、今のはもちろん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンです。フルでやりたい方、2番のコードは一緒ですからね、1番と。2番の歌詞を書いて、オリジナルの自分で楽譜書いてください。で、ガズレレ今のショートカットバージョンで動画でと一緒にセッションできた方も、やっぱり自分で紙に書いて、ご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートを写
しますので、メモっててください。で、ここ伸ばすとかこういうの書いてありますけどね。はい。コード進行はね、今日はね、かっこいいバージョンも簡単バージョンも同じです。はい。ちょっとね、コードがワンブロック2個ずつ入ってくるんで、思ったよりスイスイ動いてくるんで、まあこの辺なんですけど、これはですね、やっぱりもうビーズならではのシンプル&ストレートな曲で、もうほんと、ビーズ武士炸裂という感じでね、かっこいいですね、これは。はい。メモっていてください。ちょっと動画見づらい、あ、このノート見づらいなという方はもちろんですけども、動画のテロップを映してもらっても大丈夫です。この黒い点がね、私この点でね、結構リズムを測ってるんで、こういうのが参考になればと思います。で、ここ見て、B メロのところ、ここになんかタカタカとか書いてあります。これ後で解説します。ちょっと弾き方のリズム、後半のかっこいいバージョンで変えていきますということですね。はい。で、A メロ、B メロやって、はい、ここがサビになりますね。はい、一時停止で書いていってください。で、サビやったらまたここに感想、イントロと同じギターのフレーズがまあ入って、そしてガズレレオリジナルバージョンではね、もうここ2回目のサビが登場しても、最後 A7 で終わっちゃうというショートカットアレンジになっております。フルでやりたい方は、この部分を書き足して2番をやっていってくださいということでございます。はい。あ、そうね。こっちのサビもね、また追加ありますけど。はい。はい、じゃあ見ていきましょう。あ、違うな。1個だけ、かっこいいバージョンとここだ。これ。シンプル簡単バージョンは Dm で、かっこいいバージョンは A シャープで弾きますからね。ここはちょっと、後で解説します。じゃあ出てくるコード、結構コードは多いんですけども、これは、かっこいいバージョンで出てくるんで、今はとりあえず隠しておきます。読んでいきます。C、Am、F、Dm、G7、E7、Em7、D7、A7、これ、A7、この A7 までな、ちょっと、ひとまずね、今日ね、これが全部今のシンプル簡単バージョンですけど、この2個がちょっと見慣れないんです。これでもね、どうしてもこれじゃないとちょっとダメだったんで、これ解説しますけど、ちょっとこれを隠させてもらって、今映ってるこの9個、これはですね、もう超基本入門コードのグループということでできますので、まず最初順番としてはこちらをシェアしたいと思います。今映ってるこの9個は、ドン、これ、ガズレレ必須コードです。このガズレレ必須コードっていうのはいつも出てくるやつなんですけど、何かというと、ウクレレで音楽始めようと思った皆さんに、一番最初に覚えてほしいコードのグループ、これをガズレレ必須コードと言っております。コードっていうのはですね、このコードってこういう音のまあ要素なんですけど、星の数ほどあるんですよ。もうとてもじゃないけど全部覚えられない。じゃあどうしようか、わー困ったとなるんですけど、まあウクレレにとってね、入門者の方が最初に覚えると本当に助けてくれる。もう夢のようなコードのグループがあるんですよ。それね、グループですからね。10個あります。これを最初に覚えてほしい。でも10個もあるのが大変そうと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらこれも1個のコードだし、これも1個だし、1個ずつ見たら簡単。だけど10個一遍に覚えようと思うとちょっとコツがいるんですよ。それを私が動画で。完全解説します。どんどん覚えられますから。はい、ここにリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード10個のコードを覚えてください。この10個のコードを覚えちゃうと、今ご覧になってくれてるガズレレ YouTube の動画1200曲、だいたい8割9割できちゃうんでね。まあまあ簡単ですから、10個あるけど1個ずつは簡単。やってください。で、今日はそれでのグループじゃないコードをちょっと紹介していこうと思うんですけど、まあちょっと安心してください。結構簡単です。まずはこの F シャープマイナーっていう、名前だけ見るとちょっとびっくりですけど、よーく見てください。これヒントはね、G7 と段違いなの。見て、似てるでしょ？これとこれね。はい、やってみましょう。まずですね、じゃあ G7 確認しましょう。G7 っていうのは入門コードで、こことここと、この三角形ですね。わかる？こことこことここ。はい。で、これを丸々この形のまま一段上に上げると F シャープマイナーになります。F シャープマイナー。はい。こことこことここってことね。はい。G7 がこことこことここ。F シャープマイナー、こことここ。こういう風に覚えると、この F シャープマイナーは、まあなんていうのかな。コードネームを見たらびっくりするけど、押さえるのは簡単でしょ？ F シャープマイナー出てきますと。これで、あともう一個。これがね、ちょっとね、厄介なコードで。まあ、ガズレでもよく出てきますけど、この B7 というコードを使います。これね、B7。やってみましょう。B7 はね、ここと、ここと、ここ。こんな感じ？一弦は押さえてないんです。これね、つまりこの、さっきやった F シャープマイナーと B7 って、どこで出てくるかって、この B メロでですね、これ微妙に転調してるんですよね。ここだけちょっとね、もうどう、まあまあちょっと頑張って、とにかく B7 はこうやって押さえるんですけど、これね、多分こうやって押さえると、あれ結構簡単じゃんと思うかもしれないですけど、この曲の流れで言うと、F シャープマイナーから B7 でなるときに、例えば F シャープマイナーここから、こういう風に行くでしょ？一回、指がこう全部離れて空中遊泳するんですよ。そこが難しいんです。そこがね。ここからこう、一回こう離れちゃうんですよ、手が。はい。ここをやってみたらこの難しさわかります。だから B7 の一個だけコードを押さえると簡単なんだけど、流れでやると難しいっていうところで。で、ここで支えたりね。
こうやってやって、こういう風に触ったりとか、ストラップをつけてる人はストラップとかだけ。まあ、その辺ちょっといろいろ工夫してみてください。B7 の難しさは一回空中遊泳するところが難しいです。はい。で、この2つのコードを追加して、今シンプル簡単バージョンでやってみました。この2つのコードさえ抑えられれば、大丈夫だと思うんですけれども、ちょっとゆっくりね、やってみてください。さあ、こっからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではそこにさらにもう一個コード追加。A シャープね。さっきもちょっとご案内しましたけど、A シャープ。これがまあまあ初心者の方はちょっと、どこで出てくるか、サビのところの、はい、ここ。さあ、見つけるんだのところ、ここやるとね、A シャープかっこいいですよ。A シャープの解説は、ね、しますよ。まず押さえましょう。ここと、ここと、ここと、ここ。これを二つこういう風に押さえたいから、このぐらいグイッと反っちゃう。反っちゃって、ちょいちょいとこうやるんですね。はい。慣れてる方は、まあ、ガズモですけど、1フレットを全部制覇といってこうやって押さえて、ちょいちょいと立てる。まあ、慣れてる方はこれで。はい。初心者の方はこうやって押さえるのがいいと思うんですけど、まあまあ、そうなんです。とにかくこの2個押さえなきゃね。でもなんか手がちっちゃい方はこうやって押さえてる方もなんか見たことありますけど、これもなかなかすごいですよね。この1本ずつっていうのも。まあでも、まあ、結果として音が出てればいいと思うんですけどね。とにかく A シャープ、できる方は挑戦してみてください。ちょっと難しい方はさっき D マイナーで置き換えたんで、まあ、それでもまあの曲は大丈夫だと思います。はい。じゃあここからリズムの解説入っていきます。リズムはですね、これね、やっぱりね、ちょっと難しいリズムなんですけど、16ビートのチャで、やりたいです。で、ちょっと、これを、ビーズってロックのすごくイメージがあるんですけど、この曲はですね、よくよく聴いてみるとすごく跳ねてるリズムで結構ファンキーなんですよ。そうそう、こんな感じです。デレデレデレデン、ちょっとタッカタッカ、デレデレデレ、タッカタッカ、タッカタッカ、デレデレデレって跳ねてるんですね。これシャッフルのリズムって言うんですけど、普通のリズムっていうのはこんな感じです。タッ、タッ、タッ、タですよね。シャッフルはリズム跳ねてて、タッタ、タッタ、タッ、こんな感じかな。で、これは、やっぱりね、ガズレレ的にはこういう表現です。体をね、こう、ルンルン気分で動かして、こう、シャッフルってやっぱね、こう、ウキウキ気分が出るといいんですよ。で、ダランダンダランダン、チャック、タッカタッカ、ドン、チック、タッカタッカ。これ16ビートのチャでやるのは結構なかなか難しいんですけど、一応今日のリズムは、はい、これ。16ビートのチャでございます。ここに弾き方のリンクはここ行ってください。このリンク先は、ウクレレできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャというリズムを動画で、ちょっと練習してやってみてください。いつも言ってることですけど、この16ビートのチャというリズムは、超基本となる8ビートというリズムができた上での話です。8ビートができて、8ビートのチャができて、16ビートができて、16ビートのチャができてっていう一番上のランク。しかも今日のはちょっとシャッフルっぽくやるっていうリズムは跳ねるっていうのはね、またちょっと独特の難しさがあるんですけど、はい、ゆっくりリズム、さっきのリズムいろいろのところでこうね、8ビートがだん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 練習してくると、こう時間があるときには、いいと思います。これゆったりした気分に、なれるんでね、本当におすすめです。このビーズのホームにもね、このリズムがもうぴったりだと思いますんで、こうちょっとおおらかな感じなんだけど、まあ、ロックですから、ビーズですからね、その辺のこのバランスがかっこいいところだと思います。はい、そしてですね、この曲ちょっと B メロのところでさっき転調してちょっとコードの感じも変わるっていう話もしたんですけど、リズムもね。ちょっとここ、普段と変えてみようと思います。ちょっとやってみますね。 1,2,3,4 ありがとうってつたつってたの僕ことがつたってた何千多いのにつたってたなななななだつたってた。ここのところ、このリズムをカタカナで書くとここに書いておきますけど、タントコタントコつたっかたタントコタントコつかったかタントコタントコつかってたタントコタントコつたっの位置がね、ダンドコダンドコチャタッツダン、こんな感じかな。ここちょっと B メロのノリが変わるとかっこいいんですよね。まあ、こんなとこもしできたら通常の16ビートチャのところでちょっとこのアクセントが違うリズム取り入れてみましょう。もう一回やってみようか。ワン、ツー、スリー、フォー、ありがとうってスタッツダン、思うことの方がタッツ、ここ難しい。のリスタことこのしてもっと上手い具合、このどうしてもっと上手い具合にのところでこれやるの結構ノートルです。どうしてもっと上手い具合に、ここ難しいですね。はい、ここのリズムちょっとこれやるだけでガラッとこうムードがまた変わるんでね。そしてまたサビにここからドーンと行くイメージになると思います。はい、そんなことでですね、シンプルなんだけどその中にいろいろこう美学が詰まってるなという感じで、はい、でこれね、もう本当ぜひ皆さんにビーズさんのセッションのバージョンも見てもらいたいんですけど、すごくアコースティックでね、柔らかいイメージなんですよね。今までのその曲のイメージと結構変わるんで、これはなかなか面白いと思います。心を込めて、まさにステイホームにホームを歌う、この豊かさ味わいながらやってみましょう。はい、ビーズのホーム、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 君は傷つけていっぱい泣かせて
また繰り返そう。どうしようもなくダメなんだ。ありがとうって僕はだろうが、だって多いのに、どうしてもっと前具合に腹出せないんだろう。言葉一つ足りないくらいで全部壊れてしまうような、か弱い絆ばかりじゃないだろう。さあ見つけるんだ僕たちの本。ダラ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 。追いかけて手に入らなくて忘れて全部弾けてしまうような儚い想いばかりじゃないだろう。さあ見つけるんだ自分だけの、oh。のホームガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーなんかいいですね。ウクレレの音がやっぱりね、さっきも言ったけど、ビーズさんの2人でやってるセッションもですね、アコースティックサウンドなんです。それがね合うんですよね。結構気持ちがいいですね。まさにお家でね、この豊かに感じられるこのオーム、まさに曲名もホームだし、今の時期ぴったりです。皆さん大いに音楽しましょう。僕らに音楽があってよかった。まだ知らない方にはこの楽しさを教えてあげてください。音楽はですね、聴くよりやる方がもう全然楽しいし、それでね、笑顔になって免疫力もアップ、元気にもなる、はい、いいことばっかりでございます。皆さんありがとうございます。はい、じゃあちょっとねご案内なんですけど、昨日ちょっとご案内した件で5月4日と5月10日という話があって、5月10日にちょっと面白い有料イベントをやります。オンラインの有料イベントなんですけど、そこで Zoom ウェビナーというソフトというかアプリを使うんですけど、その Zoom ウェビナーっていうソフトやアプリの使い方がちょっと僕も多分ユーザーの皆さんもね、 YouTube 見てくださってる皆さんも初めてだろうということで、そのウェビナーってどんなものかっていう練習会を5月4日にやるっていうアナウンスを昨日したんで、ちょっとガズレ動画見ていただきたいんですけど、5月10日の14時からその面白い企画があるんで、ちょっとこっちはね、ぜひ皆さん、用意じゃねえや、時間作っといてください。有料ですけど、もうちょっとしたらね、内容公開します。これ面白いですよ。よろしくお願いします。で、いつも使ってるこのガズのわがままウクレレ、今ネットで事前予約注文を受け付けていたんですけど、現状完売になりました、皆さん。ありがとうございます。すごく 大きなこのご、多数のご予約をいただきまして、今用意した分は、今予約注文もう売り切れちゃったんですけど、また次の、納品の分を今段取りしてますんで、ちょっとここのリンク行ってもらって登録しておいていただくと、次の入荷来た時に皆さんにメッセージが行くようになってますんで、これ本当今、大反響です。やっぱりね、ものすごく品物がいいんですよ、ウクレレが。まあ、この、いつもね、ガズレレ YouTube 見てくださって、この音色はもう十分皆さん分かってくださってると思ってるんですけど、まあ、興味ある方、ガズレレの、ガズのわがままウクレレ、ぜひさっきのホームページチェックしておいてください。あとはですね、ちょっと引き続きなんですけど、いろんなご案内。これ、ウクレレ、コンサートウクレレまで入るウクレレのリュックサック、これガズレレオリジナルです。これ私がデザインしたんです。リュックサックでもありながら、ここに、横持ちできるんで、これビジネスマンでもね、ちょっと出張の時に持っていけるよ。あと着替えもでっかいんでね、着替えとかもいろいろ中にいろいろ細かいポーチ、セパレートできるポーチがあって、これもね、大好評です。ぜひ皆さんこれもお願いします。あとはいろんなもん、このキャップだとか、T シャツおすすめ。最近 T シャツいいんですよ、これ。オンラインで会う時とかね。T シャツとか、この奥さん、私のハニーが作ってるこのストラップ。このストラップ可愛いでしょ、これハンドメイドです。あとこの水引き。これね、水引き飾りなんですけどね、うちの両親、水引き歴50年の大ベテランが手作りで一本ずつ作ってるの、そんなようなこと、ガズレレ .com にご案内がありますので、見ておいてください。あとはね、いろいろお知らせがあるんですけど、このアプリ、ガズレレのアプリ、ガズレシピが、今ちょっとバージョンアップしている最中で、もしかして不具合出てる方もいるかもしれないですけど、今調整中でもうちょっとしっかりアナウンスする。大丈夫です。これ今、すごい機能がいっぱい追加されましたからね、ぜひ、アプリの方もダウンロードよろしくお願いします。そしてここの2冊の本、黄色と緑のリッドミュージックの本、もう5万部に迫る勢いで皆さんありがとうございます。ご活用いただいているようで大変嬉しいです。そしてね、これに続く第3弾、この赤い本がいよいよ6月18日、予約開始です。皆さん。
ゲットしてください。予約しておいてくださいね。これも100曲入りです。すごいですね。今回のようにこの時間がすごくある時期っていうのは結構なかなかね、珍しいことだと思います。そんな時に、ずっとこれから、一緒に、歩んでいける、自分で奏でる音楽をです。このね、ウクレレでやるの本当おすすめしたいですね。このガズレレ、ご活用ください。音楽やって、免疫力アップ。僕たちには音楽があってよかった。お家で音楽最高。よろしくお願いします。皆さんごきげんよう。さよなら。